はい、こんにちは。グレイアートクリエイターの相澤です。本日はちょっと変わった積み木をご紹介しますよ。クレアバウって書いてありますね。ネフシャじゃないんです。これがハンガリーの積み木です。これとあとこんなやつもありますよね。それでは行ってみましょう。はい、それでは遊んでみたいと思います。はい、まず最初はクレアバウ14ナチュラルって書いてありますね。はい、このデザイナーはハンガリーのアンタル・ケレさんという人で、この人はねスイスネフシャでも、フリューリンクっていうね、ルナーにちょっと似たような感じの構成玩具を、デザインしてます。でここに1234トイズっていうね、書いてありますけれども、これがねおそらくは、メーカー名というかケレさんがご自分でやってらっしゃる会社なのかもしれません。ただねこれもね今はどうやら調べると廃盤のようですね。手に入りにくいかと思います。まあ毎度ね手に入らないものばっかり紹介して申し訳ないなって思うんだけれども、で私はねこれを、百丁森というお店にね勤めていた頃、百丁森で買ったわけじゃなくてね、古い記憶で間違いなければなんですけれども、福岡のね積み木屋さんっていうねところでこれ買った記憶があるんですよ。まあ不思議な積み木です。14ナチュラルっていうんだから、これは全パーツ数はね、これで14個あるわけですね。このパーツが12個で、このパーツが1個ずつと。で、じゃあちょっとモダンの方は置いといて、どういう形状をしてるかって、このパーツが一番大きいんですよ。なんとこれね、なんとなくですが、ネフスピールもちょっと想起させるし、アングーラのステンダーというかねスタンドもちょっと思い出すような形になってます。でここに、切り欠きというか、まあ切ってある部分があるんだけれども、ここは直角なんですね、こういうふうにね、という構造で、これが12個って言いたいんですけれども、実はねこれは10個しかないんですよ。でこれそっくりなんだけれども、裏にこういう書き込みがあるね。ここはまたへこみがあるんですね。お分かりですかね。この書き込みは何かっていうと、球の書き込みがあるもの、円柱に書き込みがあるもの、これが一個ずつついてるのね。でこの円柱にちょうどぴったりこのように合うんですね、というものですね。ですからこれが、2つ、これが1種類で、それ以外がこれ10種類、あ10パーツで1種類これね。でそれ以外に球と円柱を切り替えたものと、こういう構造です。不思議な積み木ですね本当に。ですがこれねハンガリーの2002年のデザイン賞を受賞したものです。でこれがねなかなかこのパーツはいけてるなって思うのはね、実はですね、例えばこれをこうくっつけていって輪っかにするというね、こういう遊びがまああるとしますね。そうするとですね、これ12個あるね、この切り替えたやつも含めて12個と考えると、こうやってね、違うこうだ、途中から違ってるね、途中からこうじゃなくてこうか、あそうか、こうやっていけばいいのか、こうやっていけば、はいはい、これで、はい、はい、6
個で輪になりましたね。6個で輪になりました。こういう輪の作り方ね、あるでしょ。それからもう一個ね、例えばこういう置き方もあるぞと気がつくと、こうか、こういう置き方、そうするとこれ同じ？もしかして。あ、これ同じだね。同じだ。そうじゃなくてですね。同じだよね、これ。あ、じゃあ同じの一個、もう一回作る。ね。こうしますね。これで、もうわけわかんなくなってる。わけわかんなくなってます。こうでしょ、こうでしょ。こうじゃなくて、こうだ。こうすればいいんだ。ね。はい、何を言いたいかもう、はい、お分かりでしょうか、お分かりでしょうか。ここの長い方にこうして、こうする、こうしてく、こうしてく、こうしてく。あ、また同じものできちゃった。そうじゃなくてこうか。あ、こうだな、きっとね。はい。違う。あ、そうしたらこうか、やっぱり。こういうことだ。ね。はい。はい。できてきましたよ。できてきましたよ。はい。こういうことです。こういうことです。そうすると、はい。これで、ほら。輪にならない。輪にならないから、はい、こっちのも崩して、これでつなげていきます。これでつなげていきます。そうすると、どうなるか、どうなるか。こういうことだね。こういう。いや、これ本当になんだかね、わけわかんなくなってくるんだ。こう。そうじゃない。こうじゃない。これ違うよね。これも違うし、これも違う。何？こっちから行こう。こうやるんだよね。こうやるんだよね。こうやってく。こうやってく。こうやってく。そうすると、どっかで違った。これが違った。これで合ってる？ああ、来た。もうなんだかよく自分でもわからないんですけれども、はい。待って、ここがピシッ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 と。はい。12個でドーナツができました。ね。というこの形。なんかね、すごい頭はいるんだけれども、で、こうやったらさ、ここ水平になるんだよね。水平になるんだよね。だから、こうもできるよね。あ、そしたらこれ、今度こうするか。それともこうする。こんな形できますよね。はい。そこからですね、切り替えたやつは1個もない。あ、こっちで使っちゃってる。はい、そうしたら、はい、これ変換。はい、こうしますね。これ変換。はい、こうして、はい。で、これは置いとく。はい、これはこうする。はい。こうしたら、ここからです。今度は、これ、使う。ね。どうやって使うかっていうと、こういうふうに入る。入った時に、次にこれやりたいって言った時に、ここ直角だよな。あ、直角だから、水平になるのか。あ、これでなるんだ、水平に。なるよね。
て、なるよね、それはね。ここは2つにしないといけない。そうしたら、こうやって、こうやってこうやればいいじゃん。ね。逆。はい。こうやってこうやる。はい。これで安定感増したぞ。増したね。はい。で、こうしたら一番上に、9は、こうでもいいか。ね。綺麗かな。それは問題だね。綺麗かどうかはわからない。だけどね、思うに、このアーチはもうともかく、ここを、これを、これは、なかなかにこれ難しいよね。だからやっぱりこうして、ここにこう置く、置いたら、これで、いろいろな角度になる。これ利用して、なんかできそうなんだよね。できそうなんだけど、まあ不思議な積み木だ、不思議な積み木でございますよ。これは無理だろうから、こうして、ここがそろそろ怖い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 ぞ、怖いけど、禁断の領域、こうなってくるともう乗せようないよね。もうやめとこうか。やるだけやる。やるだけやります。積み木おじさんでございます。はい。これで、こう乗せちゃう。ここ怖い。これもなんか変に、こんな風に適当に。まあ、これが面白いかどうかは、わかりませんが、一周できるかな、できるかな、一周すると、まあ、この辺の異様さがね、あと ここですよね。この、これが伝わるんじゃないかな。すげえ斜めってるようにも見えますが、バランス保ってんだね、これね。はい。ということで、はい。やっぱり無理でしたね。はい。クレアバウ14ナチュラルね。ご覧いただきました。はい、次。これがおしゃれなんだ。ね、これ、こっちは14パーツありましたけど、こっち、半分以下です。6パーツしかありません。ね。6パーツで、このパーツは4個でしょ ?4 個のうちの2個は、まあ、これと同じように削ってあります。だから2個2個2個。ね。2個2個1、1か。これが1個。ね。それで、これがもう1個でしょ。で、これとこれは同じ。で、これとこれは同じです。ね。で、あとこれ1個ずつですからね。なんと、まあ、これだけのもんです。ね、これだけのものでなんか作れっていうのはね、ほぼこれネフ社の影響をもろに受けてますね。やっぱり。フリューリンクっていうね、ネフ社の、製品をデザインしてもいる、まあ、アンタレ・ケレさん
ね、アンタルケレさんか。ね、このね、これザラザラの塗料を使ってるのね。ネフが一時期、私のビボもそうですけどもね、ビボ未だにザラつきが、まあ購入したばっかりの頃ね、ここにザラっとした面がこうね塗装が されているわけですけれども、ビボ、それからアゴンか、あとセッタとかね、いろんなものにザラつきの塗料を施した時期があるんですよ。でその後に出たものですからね、これ2002年に、ハンガリーのねデザイン賞を取ったもので、そこから製品化になってますから、まあ私が1992年93年か、ビボは、ですから、その10年ぐらい後に出たものですからね、ネフの影響だと思われます、おそらくね、で、はい、ゴタクはともかくこれだけのパーツでどう遊ぶかっていうのはね、これはやっぱり、これこそがこうやってこうでもいいし、こうでもいいんだよね。こうするとここが水平になるのかな。で、もう一個のパーツがここにあるのか。最後はこれ乗せたい。そしたらこうでしょうかね。それとか、せっかくだからこうやるとかね。あ、そうやるとこうしないと無理、こうしないと無理。この辺で角度が変えられるところはミソなんね、これね。この円柱および球の曲面がこの角度を変えることができる。だからこれもいくらでも変わるわけだから、それを利用すると危ないかな。これはこうだろうね。こうしてここはこう変わるじゃんね。でここはこう乗せたいと思ったら、おそらくこういう風な乗せ方が可能になると、こういうものなんですね。まあだからこれはネフ社にすごく影響を受けて作られたものだっていう風にね踏みましたけれども、ある種こういう構造を持つものはネフにもなかったわけだから、ものすごいオリジナリティのある積み木だっていう風にね今遊んでて思えますね。これもこうやってひっくり返すと、一周するとすごい不思議でしょう。なんかなかなかこれ慣れるに時間かかるけども、これはネフの積み木もね、アーモンもそうだし、みんなねちょっと、キュービックステラよりもやや難しい積み木っていっぱいあるんですよ。でそういうものと同じように慣れてくると、これかなり面白いんじゃないかっていう気がしてきました。で、こちらのを混ぜてみるとかね。これ4センチ、こっち6センチだから、まあ、気弱は違いますけれども、まあ、同じ構造してるわけだから、こういう風にしてみるとか、で、こいつがあるからいくらでも行くわけだ。ね。そしたら、ちょっと、合体させてみようかな。こいつを取っとくでしょ。取っておいて、だんだん。で、これが怖いなと思ったらこうやればいいんです。ね。で、すごいね、これ。で、これが怖いなと思ったらこうやればいい。すごいことになってますね。これは無理だろう。無理だろう。無理だろうけど、無理だよね。こうやればいくのか。こうやればいくのか。無理かなって思ったらここをこうやる。無理っぽい、無理っぽい、無理っぽい。やめよう、やめよう、やめようって言ってますね。やめようと言ってます。ここまでかな。これとこれ使いたいな。
使いたい。あ、ここで使えばいいんだ、別にね。こうして、これなんかも、こうして、こうする。で、9があるから、いくらでも、こうやってみる。これやめよう。こうやって、こうするじゃん。で、そろそろ穴の開いたこれを使うじゃん。ね。で、球があるから、いくらでも、ここはいくらでも回せるわけだよね。だから、最後は積みたいよな。積みたいよな。こうして。じゃあ、これが乗っかったら、おしまいと。そういうことにしましょうか。ここか。よくぞ立ちました。はい。ということで、本日はクレアバウ2種、ハンガリーの積み木。ね、ハンガリーってやっぱり幾何学の国っていうね、思いを新たにいたしました。ね、ということで、ご視聴ありがとうございました。よろしかったら、チャンネル登録をお願いいたします。